今回は韓国のプロが囲碁 AI 相手に61手で投了したという衝撃の一局を見ていきたいと思います。では初手から見ていきたいと思います。黒番がですね、ゴッド AI という、まあ簡単に説明しますとプロ相手に4子をかせて勝ったりしているとてつもなく強い囲碁 AI ですね。で、白番が韓国のプロの方ですね。 で星と小目の布石から始まりましたね。ですぐに三々に入ってきました。で、こちらにね、ケーマに外したんですね。これがね、日々ね、研究されている形で、もう日々新型、もう毎日新型がね、誕生する形ですね。で、こちらに押さえていったんですね。で、こちらに外に切っていきましたね。 これね、外に切ってく手がね、難解系の、まだ未解決のね、難解系の一つで、これ、あの、一旦ね、結論出たりするんですけど、人間が、あの、時々結論出たりするんですけど、結構その人間が出した結論っていうのが間違っているっていうことが多くて、また新しい新型がね、どんどん出てきてるんですよね。まあ、どうしてその結論が間違ってる、 ことが多いかっていうと、まあ、人間がその絶対の一手だと思っていた手がですね、実はそれ絶対の一手ではなかったりすることが結構多いんですよね。まあ、例えばちょっと話変わるんですけど、例えばこれ、外側に切るのも難解ですけど、内側に切るのも難解な形なんですよね。でまあ、こういう難解な形がね、あるんですけど、駆けついてね、で、跳ねて。 で、ま、あこういう、なんかこれ定石化された手順でね、一手一手がこれ絶対の一手のように思えるんですけど、で、ここでね、跳ねてついでつけていくっていうのがね、なんかこれが、その、ま、あこんなような形があってね、なんかこれが、絶対の手順のように思えるんですけど、これ、実はこれ全然絶対の手順じゃなくて、あの、このゴッド AI という囲、e、碁 AI は、 もう日々ね、新手打つんですよ。こういう人間がとりあえず結論出したような形でも。例えばですね、これね、ゴッド AI が打った新手があるんですけど、ここで白がね、跳ねた時にもう人間はここに跳ねて、跳ねるのがもう絶対の一手だと思ってたんですけど、これをね、跳ねを保留して単にここにつけたんですね。こういう新手を打ったりしてるんですよ。で、こういう進行になって。 だからこれがね、また新型がどんどん出てきて、この羽を保留するというね、あの、人間が全く気がつかなかった新型打ったんですね。で、結局ね、あの、当て打ってからこっちに跳ねて、まあ手順が戻ったんですけどね。だから日々、人間がね、絶対だと思ってるというか全然絶対の一手ではなかったということなんですよね。 なので細かい話なんですけどね、手順一つでも全く形がね、変わってきたりするんですね。で、今回は、こちら外に、韓国のね、プロの方がね、外に切っていきました。これ研究済みの手なんですよ。結構、もう、韓国のプロの方結構この形相当研究してて、もう、 2年ぐらい前からもう結論が出てたりするんですよね、この形の。だからまだ、で、その結論がね、結構、実は間違ってたりして、また改良されたりとかいうのがあるんですけど。で、こちらに打ちまして。で、ここに打ったんですよね。これがね、研究していた手で、用意してきた手でね。あの、これを、囲碁 AI 相手に試みたんですね、こちらに、桂馬に。打っていく形を。 で、この桂馬は結構有力な手と、有力な手と、手の一つとされていて、まあ研究されている手なんですけど、これどういう時に使える手かというと条件が一つあるんですね。こちらに黒が当てた時の主張ですね。この主張が黒が人に打った時に白が有利というのが条件なんですね。この場合逃げていくのは、これ右下に白石が待ってますから、この白石取ることができないんですね。 なので、主張が有利というのが、これ絶対の条件なんですね。で、現在主張がいいので打ってます。で、黒実戦かけ継ぎましたね。で、主張が悪いので、これ当てていくのがね、無理なん、無理というかあんまり良くないんですね。当ててった時に、まあ次ぐらいになりますから、まあ、羽がね、一本効いちゃうんですよね。これが。で、それから放り込みを打って、 置くのが手順で、それから次に回りまして、これで隅は白は生きてましてね。まあこれで黒二間開きか。まあそう、そういう風に言って、まあこの後戦いなんですけど、これがね、あの白が有利とされてるんですね。人間が出した結論ですけど。なので当ててく手は怖くないということですね。で、これですね。 これ、ここにね、放り込みをね、打つのがいい手とされてるんですよね。これね、単に繋いでしまうと、後からだとね、まあ、開きぐらいになった時に、後から後ろ放り込んでも、これは、あの、効かない可能性が結構高いので、もう次を打ってからだと、もう、効かないんですね、放り込みが。なので、この次を打つ前だと、この二目の価値が高いので、まだね、次を打つ前に放り込むのが手順とされてますね。 これだけ一つ注意しておきたいと。で、実践こちらにかけツぎましたね。で、こちらに伸びまして。で、切っていきましたね。で、ここでね、切った時に、この切りを一回打つのがね、手順なんですね。これ必要な一手なんですで、それから放り込んでいきました。これも研究済みの手ですね。 で、ここで放り込んだんですけど、この形ね、感銘型も一応ありまして、これ下がるっていう感銘型があるんですね。で、これに対して黒を取りまして、で、それ、下がりを一回打ってからね、石刀絞りにしてからね、放り込むっていう、二目にしてから放り込むっていう手筋が一応あるんですね。で、黒取りまして。で、当てて。で、これ黒が繋いでくれたら、切りましてね。 これは白大成功なんですね。こうやって。で、これで黒取れますからね。ま、あこれはちょっと黒がね、あの、ま、あと3手しかないですから、これはちょっと黒まずい形なんですね。ちょっと黒潰れてしまっている形で。だからこれに対して、当たりに対して黒継ぐことできないんですね。なので伸びることになりますね。で、2目取れまして、まあ、黒まだ弱いので二間開き、 これが一応人間が出したね、感銘型という結論なんですけど、これがね、人間の評価なんですけど、若干白が悪いという評価なんですよね。人間の、まあ、プロがね、出した結論なんですけどね。まあ、どうして白が悪いと人間は思っているかというと、この左上の白の二目取った形なんですけど、 まだこれ完全に白が生きているわけではないんですよね。この左上の白がちょっと負担が残るということで、白の評価が若干低いんですね。まあただ一応感銘型ではありますね。ほぼ互角に近い感銘型ではあります。で、実践こちらに単に放り込む。これがね、一番難しい難解系なんですね。これを研究してきたということですね。で、切りまして。これがね、難解の攻め合いになるんですよね。 な形になりますでここですね。ここでね、囲碁 AI, AI が打ったこの賭けがね、これがね、人間のね、研究をね、超えたいい手だったんですね。で今までのね、人間のね、研究結論だとね、あの、ここにね、置くのがね、いい手とされてて、これで黒がですね、攻め合い勝つんですよね。攻め合い勝って白取れるんですよ。 で、人間の出した結論ですけど、こちらに当てまして、白がね。で、これで一応一段落とされてたんですよね。で、この分かれが、まあ、黒がいいという評価だったんですよ。プロの評価は。どうしてかというと、この隅の黒字が大きいと。これで、黒攻め合い勝っている形なんですけど、隅の黒字が大きいと。で、この厚みを、 まあ白もすごい厚みなんですけど、まあこの、やっぱ実利がね、評価されてたんですね。今までのね、研究では。なんですけど、まあ実際がね、これがね、実は人間出した結論なんですけどね。やっぱ白も相当厚いんですよね。これ白から、あの、ここの三目取る抜きが、攻め合いの関係でね、あの、効いてまして、この抜きがいって必要なんですよね。 なので、この3目取った形も相当厚いので、これが意外とね、黒がいいと見られてたんだけど、実は別に白もそんなに悪くないぞという、まあ、いい勝負だと思うんですけど、そういう、多分、囲碁 AI とかそういうふうに考えてると思うんですよね。で、この、あの、白の方が韓国の,韓国のね、プロの方なんですけど、 そのプロの方もね、やはりこれ、もしね、AI がこういうふうに、やっぱ隅の字取ってくるなら、こういうふうに当てて、まあ、隅の字は大きいんだけれど、大きいんだけれども、こう三目抜きが、白から先定で効いてますからね、これで打てるという、その韓国のプロの方の研究があったのかなと思いますね。だこの、この図を目指したんだと思います。ですが、ここで、 囲碁 AI がですね、その人間の研究を超える一手が飛び出すんですね。で、こちらにかけていきました。これがね、もう人間の研究を超えてたいってなったんですね。これ当然あの人間のプロも研究したんですよ。この周囲の形は。で、当然研究しまして、このかけはですね、あの対策が用意されてまして、 こちらに出てくる手があるんですね。こちらに出てくる手がありまして、この白を取ったり封鎖することができないので、この掛けはね、あんまり良くないとされてたんですよね。で、この掛けた時にこの最初に打ったこの二目、切りを最初に決めといたんですけど、これを決めといたことによって白がね、これ封鎖されないんですね。で、この当然プロも、 研究を相当してますから、こういう形になりまして、このかけたこれがかけたにもかかわらず、白がね、あの、桂馬を突き抜きましてね、裂かれ形になってますから、これはね、人間の研究では、白が悪くないとされてたんです。なので、この、人間のプロのね、研究が正しいのか、囲碁、AI が正しいのか、 というのを、まあ、実戦進行見ていきたいと思うんですけど。で、実戦こちらに曲がりまして。この曲がりもね、なかなか気づきにくい手なんですよね。桂馬の裂かれ形になりますから。気づきにくい手で。で、こちらにね、下がった手。これがね、やっぱここもね、すごい攻め合いの手なんですけどね。あの、意味としてはね、単純にこれ白がなんか押さえとか打つのは、単純に跳ねられて、 これあの、ここにね、あの、切りがあってダメ詰まってる関係で、白がね、すぐに手詰めていけないんですよね。抜きとかだと、だ一手バックしないといけないんですよ。黒にね、付けられてしまって、これ白2手しかないので、白がね、取らえてしまうんですね。だから単純に攻め合いにはいけないので、だここで当てることになるんですね。白は。で、逃げ出しまして、跳ねて。 ててで、この抜きが、この攻め合いに対して効いてるんですね。先ほど説明した通り。この抜きが、黒が、隅、あの、隅の白を取りに行くためには、何か黒が一手入れないといけないんですね。だから置きとかね。置きとか何か、一手必要なんですね。本来はね。なんですが、ここで、 AI はですね人間の研究を超えてきたんですねこれ黒が隅一手手を入れてくれればこれ簡単に単純に必要なのでこれ白が全然いいんですよねやっぱこれ6目取ってますからねでこの曲がりがですねこの人間の研究をね超えてきた一手だったんですねだから人間の感覚ではこちらに 下がりましてね。あの、隅の字が大きいっていう、隅の字がすごい評価されてきたんですよ。やっぱりプロは実利をかなり評価してますので、これで攻め合いは逆転しまして、あの、本来隅はね、黒が、まあ、黒から打てば取えたところが、黒字だったところが、大きな白字になったわけですから、これがやっぱり人間のプロの盲点でね、これはね、 白が悪いはずがないという、今までのね、考え方だったんですね。で、これが投了1手前なんですけど、こちらにね、桂馬に打ったんですね。これがね、決め手になりましたね。で、ここで61手目を見て、白が投了して黒の上司勝ちとなりました。これどうして投了したかというと、まあ、白が何か手を抜くのは、 これ出る手があって単純に攻め合い負けてるんですね。まあ、押さえても。まあ、当たりですからね。単純に攻め合い負けてるんですね。手は抜けないんですよ。白は。まあ、なので、一手必要なんですけど。この出る手がいい手なんですね。で、これも。 ダメ詰めてるくらいで。これ当たりも先定で効きまして。で、外側の黒がめちゃめちゃ厚いんですよね。これ相当な厚みで。これね、白がね、取らされたっていう格好なんですよね。これステージにされてるんですね。で、左辺行って黒にね、芯を入れられて、これがなかなか左辺入っていけない形なんですよね。例えばこれ片付きとか打つのは、もうこれ白、 ちょっと深入りで、全取りで来るんですね。こういう風に。で、押さえても下がって、曲がっても一見飛びで。これ全取りに来ますからね。全部取りに来ますからね。これ結構ね、しんどいんですよね。左辺で。しのぎが。まあ、というわけで投了したということですね。ちょっとこの図は戦えないので。なので、まあ、白どうすれば、この後どうすればいいかという。 ことなんですけど。まあ、一応ですね、まだ打ち続ける手はありまして、一応。こちらにね、ここが急所なんですね。ここに打つと。で、これに対して黒当てるのは無理なんですね。当てるのは出られてしまって、これ止まらないんですよね、白が。押さえると両値ですからね。止まらないんですね。なので、 こちらに打てば伸びになるんですね。で、これで、ここに打つと何が違うかというと、白が先手取れるんですよ。先手取ってね、こちらに、先に回れるんですね。一応これはまだ勝負なんですね。まあ、勝負なんですけど、黒ね、こちらから打つ手がね、これやっぱり先手なんですね。これが効いてましてね。で、こちらも効いてるんですね。 で、これ黒後手なんですけど、相当厚いんですよね。で、抜きも先手で決まるんですね。まあ、これはすぐには決めないと思うんですけど、保留すると思うんですけどね。まあ、これが分かりやすく説明するために今決めてますけど、こういう形になるんですね。黒から決めると。で、この厚みがめちゃめちゃ厚いんですね。なので、ま、こっちから集めましてね。まあ、桂馬に打ちまして。まあ、白がすぐ死ぬっていう、そういう話ではないですけど、まだこうやって帽子とかでね。 結構厳しい攻めなんですよね。帽子とか、ま、肩つきとかね。結構厳しいんですね、攻めが。で、黒はね、まあ、とりあえずはすぐには取れる石ではないので、まあ、かかりとかに、右下、まあ、とりあえず大葉が大きいところ残ってるので、まあ、先にね、かかりとか打つと思うんですけど、これがもうすでに相当白がね、苦しい形勢なんですね。やっぱこの厚みがすごい、すごいんですよね、黒の。 結構攻めがね厳しいんですね。なので、韓国のねプロの方が研究してきたね手だったんですけど、逆にその人間の研究を囲碁 AI がね超えたという、そういう一曲でした。というわけで、今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。